始まりました。カモン大阪モン。いやのパート。口まりです。あいあい、お願いします。はい、今回もリモートでお届けします。そうなんです。まあなんかね、リモートもちょっと慣れてきたっちゃ慣れてきたかな。うん、確かに。ねえ。なんかリモートでもなんかこう良さを伝えることができてのちゃうかなと自画自賛でちょっと思ってますよ僕たちは自画自賛でね、はい、自賛でね。いや、ほんでやっぱ声大きい出すと、うん、バーンって切れねんね、リモートって。あー、そうやね、それ難しいですよね。ね、僕らほら声でごまかしてるとこあるやんいや、パンさんの声が大きいんだっていや、それはだってほら松竹芸能の伝統文化やんか。確かに確かに、うん、当たり前のことを大きな声で言うっていうというわけでこの番組は大阪で収穫生産された農林水産物、いわゆる大阪もんや、時代を超えて愛され続ける加工品、いわゆる大阪もん名品の魅力を余すことなく紹介し、このコロナ禍で大変な時代にみんなで応援していこう、そして美味しく食べちゃおうという番組です。はいはい、はい、今回ですね、はい、いつもくじがあるじゃないですか。あ、はいはい、今回ももちろんあるみたいです。まだありますか気づいてないのかな、あんまり意味がないということに。ちょっとね、ちょっとまだ今日のくじは何、ちょっとまだ悩み中なんですけど。悩み中を出してくんの。悩み中で出してみようかなと思いましたと思うんやな、まあ、とりあえず右か左かぐらいでいきますかね。あ、じゃあ行きましょうか。はい、せーの出ていく。たぐまりどっち選ぶか。せーの、うん、せーの右。右あ、ごめんなさい、ちょっとそうなると右ですよ、分かれないと。そうそうか、二択だから。じゃあもう一回もう一回。せーの左。これでいいわけですね。だからそうなったら左ですよ。じゃあどっち行ってもいいよ。右はこれなんですけど。はい、まあ、じゃあ田口それで、何を不安なんだろう。え、何これ、何人魚、何、怖い怖い怖い、何、金魚、何、亀、バナナ。バナナじゃないんですよ。マーメイドじゃない。わからへん、なにこれ。え、めっちゃ難易度高い。これにするか、これにするかで悩んだんですよあ、そういう悩み方、はい、いや、こっちはもうほら一択ぐらいしかないでしょ。二択ぐらいありますよ。クロックスちゃうな。違う、クロケットンとかないでしょ。クロマッケンとか。クロマッケン何え、それ踏まえてもう一回あの A 見してください。うん、てことやんないや、むずいっていや、これあれやね、書いた人変わったでしょ今日ねえ、笹本ちゃんじゃないな今日は、ね、ちょっと僕が書きましただよねで、僕の方ですよね。山田さん、A か G かどっちから見たいですか。 A から見たいです。あ、 A かうわぁ、え、うちは、あー、なるほどね。あれちゃん、あのほら、赤ちゃんのおしゃぶりちゃう。あ、おしゃぶり。文字の方見させてもらっていいですか。いや、まあ、それはこうなんですけどね。あ、そう、なるほど。はい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 、これも2択ぐらいありますね。1択しかないから行きましょうか。それではカモン大阪もスタート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。というわけで、ヤノパンが紹介する大阪もんは高槻市にある高槻椎茸センター。うん、
ここは知ってました？タグマリン。ここでもすごく有名ですよね。めっちゃ有名。ねえ、聞いたことももちろんあります。そう、大阪でだから椎茸狩りができるってなったら、まず初めにやっぱ出てくるというか、そのバーベキューとか楽しめたりとか。うん、なんかそんなに僕ね、ロケ行ってるような気すんのよ。呼んでみましょうか。高槻椎茸センター、渡辺さん。はいはい、こんにちは。こんにちは。どうも、はじめましてですかね。はじめましてだったんだ。改めて高槻椎茸センターってどんなとこか、ちょっと教えてもらっていいですか？高槻の一番北部の、柏田地区というとこにありまして、はい、大阪府の森林組合が経営する、高槻森林観光センターの中で、はい、椎茸狩りをやっております。ここで取っていただいた椎茸を、まあ、隣のバーベキューハウスとかバーベキューテラスで焼いて召し上がっていただくということができます。もぎたてほやほやの椎茸を。そうです。やっぱり味が違うもんなんですかね。やはり原木の方が香りがいいってお客様もよく言われますね。あ、おえ、ごつできてるやん。どうしたの？それがちょうど生えてる状態です。え、こんな嘘みたいに、こんなひっついてるんですか？え、これどうなってこうひっついてる？嘘みたいに。これはですね、この原木に穴を開けて、うん、ピンを植えてやるんですけども、だいたい早くてですね、半年ぐらいかかるんです。はあ、そこから出てくるともう成長は早い。小指ぐらいのものが出てくるんですよ。だんだん大きくなるとこういう状態になってきて、いや、まあ、さらにはこうなる。うわ、渡辺さん、はい、あの小さいこの目が出たキノコちゃんをもうちょっとこうアップでこう見せてもらっていいですか？見たい見たい。かわいい。見ますか？はい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 、いいですね。あ、いいですね。何が？その原木栽培の場合は、はい、その原木の養分だけで育ってくるんです。うん、あの他に一切その化学肥料やら人工的なものを使わなくて、本当にこの木の養分だけで育つので、はい、この木っていうのはまた切ってやることによって山の再生にもなるんです。おお、はいはいはい。ですので、その環境を守りながら、うん、この体にいい食べ物を作れるというところで、やっぱ原木シイタケは素晴らしい食材です。そのね、渡辺さん、原木にそのシイタケがいっぱいこうなってるじゃないですか。で、それが何千本もあるって言ってありましたけど、どういう風にしてその何千本もあるんですか？お見せしましょうか。あ、もうこれハウスの中なんや。おいおい、お、これハウスの中今。おお、あ、見える見える。うわ、すっごいめちゃくちゃなってますやん。こない、あ、っていうか、なんかゴルフバッグ立てるみたいになんして並んでるんやね。いや、こんな感じに並んでるんですね。そうですね。これがまだ奥の方に2部屋あります、はい。あ、やっぱここだけじゃないんや。そうですよね。これでも どういうサイクルというか、もうこの半年とかで大きくなってで取るじゃないですか。じゃあまた一からそうやってまた同じように3年本も育てていくんですか？これはですね、一回収穫終わりましたら、一度休ませます。もう大体1ヶ月ぐらい静かに置いといて、水をやるんですけども、そうすることによって、ま、喋ってる気がするな。そうすることによってで止まる人じゃないと思うねんな。だいたいこれで、6回7回ぐらいも使ってるんですけども。そんな、はい、
繰り返し使えるんですね。どうやって食べるのが美味しいですか？一番おすすめはですね、やっぱり炭火で軽く炙っていただいて塩だけ振って食べるっていうのがおすすめなんですけども、ステーキや、まあ、なかなかご家庭で炭火っていうのはやりにくいので、確かに、まあ、軽くオーブントースターで焼いていただいてもいいですし、そしたら今から、はい、この椎茸を焼いてみたいと思います。今かかるんですか？これぐらいで切っていただきます。言うたはた、はい、1センチ軸残し、うん、オーブン見せてくれへんねオーブンはちょっとで、まあこれぐらいの状態で、うん、ひだのところに塩を軽く振って焼いていきます。ひだに塩、アルミホイル敷いて、はい、ひだのところから、はい、湯気が上がってきたらもう大体火が通ってますので、ってことはこう切らん方がいいわけですか？カットとか、もうあんまり大きいもんでしたら切っていただいたらいいですけど、中ぐらいのもんでしたらもう切らない方がいいです。あむんとそのままかぶりついた方が、はいはい、できたかな、はいはい、あ、焼けてきましたね。はい、いいな、素晴らしい、いいな、めっちゃくちゃ食べたい。やっぱり椎茸の香りがですね、はい、焼くことによってすごくこう引き立ってきて、はい、本当に美味しいって。美味しそう椎茸の食感がもう最高です食べたいよめちゃくちゃ羨ましいです。いや、ほんまに、しかもこれ取れたてのやつでしょ？そうです、そうです。で、だこれを食べたかったら高槻椎茸センターに行きゃいいわけですよね、うん、そうですね、もうぜひ炭火焼きを味わっていただきたいですね。あ、そう、あ、そうか、高槻椎茸センターではそう炭火でやったやつも食べさせていただけると。森林観光センターのバーベキューハウスをご利用いただいたら、はい、椎茸一緒に焼けますんで、これからやっぱり秋ということでキノコのシーズン、椎茸のシーズンになってきますんで、うん、ぜひたくさんのお客様にご来園いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。新鮮安心お値打ちな農水産物が揃う産直市場よってって、生産者と消費者の橋渡し役として豊かな食生活をご提供します。さあ、そしてですね、今回もう一人リモートがつながってるんですけど、そうですよね、くじ引きのあれですよもうなんかあれなんで、もう確実にもうあれでしょう、うん、早速呼んでみましょう、はい、ベーカリーファクトリーの浜園さん。浜園さん、はい、あ、どうも、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、株式会社ダスキンが、経営運営しておりますベーカリーファクトリー、こちらからですね9月1日から大阪も、はい、大阪ハニーの蜂蜜を使った大阪ハニークロワッサンを販売しておりますので、その告知に来させていただきました。ああそういうこと、はい、大阪も使った商品を、あ、そういう方向での攻め方ですか。はいだからか、手元に今蜂蜜私あるんですよ。7月の蜜、はいはい、これがここ蜂蜜にここ大阪もんっていうのが書いてあるんで、まさにこれがそうなんですか。そちらの蜂蜜をパンの生地とこの上のパンの上のシロップに蜂蜜を混ぜて塗っております。浜園さん、ちょっと待ってください。ちょっと、はい、まさかの、ほんまや、角さん描いた絵そっくりや。え、浜園さん、はい、今この絵見えました？
はい、見えました。これいかがですか？そっくりです。そっくり。え、まさか。え、ちょっと待ってください。クロワッサンって三日月のイメージですよ。はい。うんうん、そうですね。あのベーカリーファクトリーとしてオリジナルの形にして、はい、こう見た目でもお客様にご記憶に残るような形にしたいと思ってこの形にしました。そう。で今一度聞きますけど、そこに、はい、その大阪門の蜂蜜を使ってる。はい。というわけで届けていただきました。うん、はい。いいですかね。いや、思ってる以上に大きい。ほんまや。でしかもなんか上にこれ蜂蜜またこれ塗ってあるんですか。はい。襟がね。このシロップに混ぜた蜂蜜が塗ってあります。ね、こうキラキラっとしてるこの照りがあるのがすごい綺麗な照り。ね。そのちょっとゴツゴツしてる部分が多いところで、蜂蜜のこうシロップが溜まる部分っていうところはより蜂蜜を感じていただけるかなと思った形になっています、はい、すごいめっちゃキラキラね。もうクロワッサンのこのサクッとした部分もありながら、うん、もう口に入れた瞬間にこの蜂蜜のいい香り、はい、あとほのかな甘みが広がるんですよ。いいっすね。ものすごく美味しい。確かにサクサクのデニッシュ生地がめちゃくちゃうまい。うん、ありがとうございます。何よりもこのバターの香りがすごく立ってるのに、はい、蜂蜜の香りもこうミックスされてますよね、うまく。はい。バランスがいい。あ、おいしいこれ。生地にも入れてることで、うん、食べてる時に奥の方からこう香りが、うん、出てくるかと思います、うん、そうですよね、うん、蜂蜜のこの蜜がたまるところがありますっていうところの味の濃さのアクセントがすごく素敵。はいありますよね。はい、こちらの商品買える場所店舗ってどこですか。はい、こちらですね、ベーカリーファクトリー吹田紫金山店、ベーカリーファクトリー茨城マサゴ店、ベーカリーファクトリー豊中緑が丘店、ベーカリーファクトリー江坂店、以上4店舗で販売しております、はい、そこ行ったら買えんねや。なんか新しい大阪門とのコラボできたらもうすぐに言ってください、はい、まず試食が私も楽しみです。素晴らしい。もう浜園さんがどんどん慣れてきてる確かにこの短時間でねなんかちょっと柔らいでるよね、表情がね、うん、いいですよね。またね、新商品が出たら、うん、ぜひ、はい、いいとも来てください。よろしくお願いします。むしろ紹介させてください。本当お願いいたします。ありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました。大阪名物みたらし小餅、元祖本流の誇りを持ちて千鳥屋宗家の。というわけで私とヤナパンさんがやってきたのは、はい、大阪門料理空千葉おかみ麹店の気分でお送りしますはい、もう高原さんとリモートがつながっております。高原さん、はい、どうもお元気ですか。はい、ただすみません、ボリュームもう少し小さく今日も元気いっぱいですね、高原さん。ありがとうございます。今日のお料理はもちろん高槻の椎茸センターの椎茸です。お、秋の味覚ということでやっぱり間違いなくあれと合うと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。もちろん合うでしょう。パーフェクトサントリービールはい、間違いなく本格ビールなのに糖質ゼロ、うん、ゼロパーフェクトサントリービールでございます。はい、まあね、僕らいつもソラソンのお料理とこれ一緒に飲んでるんですけど、どんな料理にも合うっていうのがこのパーフェクトサントリービール
ですよね。ですよ。だからでも本当にこれまだ飲んだことがないっていう方でも、本当、そらさんお料理だけじゃなくて、多分お家で自分で作っても何にでも絶対合うんですよ。うん、なのでぜひ一度飲んでいただきたい、もうね本当に今年一押しのビールでございます。今日も3品用意してますよ。今日もそう、頑張りやすごい。椎茸だけで、まあ結構僕ら椎茸料理ってね、うん、普段でも食べるから。一品目は、まずメニュー名は、椎茸と、大阪の八尾の枝豆の、豆乳豆腐、冷たい冷製あんかけにします。ちょっと小瓶に入ったやつになるんですけど、ちょっとこじゃれた感じのプリン風に仕上げてみました。いや、でも想像つかへん。映えやん、映え。え、これ白い部分が豆乳？これ豆乳です。で、豆乳の苦味を入れて、で、椎茸と、大阪の八尾の枝豆を、で、混ぜる。あんが上にかかってるので、それを崩して、一緒に食べてください。うおおお、爽やかな感じ。あの、あんの部分がすっごい爽やかで、豆乳の甘みと椎茸がすごい強いわ、やっぱり。いや、これやっぱ豆乳っていうのもあっさりしてますね、すごく。そうなんです。しかもヘルシーとってね、女性の方にもバッチシです。椎茸のうまみにパーフェクトサントリービール合う。めっちゃ美味しい。パーフェクトサントリービール合いますよね。うん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 、うん、そうだね。和食にもしっかり合うってところがこれでわかるよね。お出汁に合うんだから。2品目がそちらの、ね、椎茸の山椒煮という商品です。好きやわ絶対。なるほど。それです。椎茸と、もうこれね、あの山椒の実をね、ちょっと炊いたものなんですけど、それをちょっと砕いて一緒に煮つけました。これも佃煮みたいな感じになってるんですか。佃煮チックにはしてますけど、そこまでこうね、あの佃煮にしたら結構もっと出汁が飛ぶまで炊くんですけど、はい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 、ちょっとね、時間が経ってるので味を染み込ませるのにちょっとお出汁を手前で止めて、ちょっと煮つけ風っていうかね、アクセントになってる山椒の実が。あ、でもこれやっぱりちょっと甘辛い感じの、うん、本当煮物の感じ、ここに本当ピリピリとしたちょっとしたアクセント、これもう絶対これやわ。絶対合います。間違います。絶対合います。パーフェクトサントリービールに合うやつ作りましたね。うわーって出てくるね、うまみが。うまみ最高になるでしょう。うん、じゃあそこに確かに後からあのピリリとする山椒のね、そのしびれ具合合うでしょう。これはもうこれしかないんです。無限のやつ手に入れましたね。じゃあ次3品目、うん、行かせていただきます。はい、椎茸と、ミンチの、トマト煮込みという商品名。椎茸とミンチのトマト煮込み、はい。なかなか聞かないなんか組み合わせですけど。そうです、まあよくね、ハサミ揚げとか肉詰めとかね、よく聞くと思うんですけど、はい、まあそれ風に仕上げたんですけど、まあちょっとね、今回は煮込んでみましたね。はい、大体ちょっと揚げたりとか焼いたりとかそういうのするんですけど、うん、もうとにかく肉厚なこの椎茸のこの弾力もそうですけど、ミンチ、そして椎茸の旨味、うん、で、うん、そこにトマト、もう全部が合わさってて、何これ、マジで美味しい。ありがとうございます。イタリアンな感じ。そうですね、もう普通に仕上げましたんで ね、トマトを使うことによって、そう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 、あの味わいはだからトマトとチーズとミンチのいわゆるこのイタリアンの味わいですよね。だから高槻椎茸センターに、うん、椎茸狩り行って、そこで炭焼きの食べて、うん、そこで買ってお持ち帰りで家でパーフェクトサントリービールと合わせて食べる、うん、あ、最高ですね。ありがとうございます高原さん、最高ですね。ありがとう。ちょっと家でね、一輪かなんか用意して
焼きながら食べるっても最高ですね。そんなもん、それができたらいいですよ。ねえ、もうで、それができひんかったらもうそらさん行って、あ、もうそうですよ、はい、だけど美味しい料理食べますよね。お待ちしてますんで、ぜひ来てください。ほんね、いや、椎茸好きにはたまらんね。はいです、今日。ちなみに高原さん、はい、このメニューっていうのも大阪門料理そらさんで出していただけるんですか？もちろん出しますよ。よし、出します。ぜひ来てくださいよ。うん、早く行きたいよ。うまいね。まだね、まあ、お料理自体はちょっと出してるんですけど、ちょっとね、まだね、緊急事態宣言中でアルコールの方が出せないので、うん、ぜひね、あのお料理だけちょっとぜひ食べに来てもらったら、うん、はい、いつでも用意できてますんで、はい。これ、まあ、要予約とかですか、今は。そうですね、1日前とか前日でもいいんですけど、まあ最近当日でも、もう午前中ぐらいにちょっと一本の電話入れしていただいたら、はい、はい、用意しておきますので、その辺は臨機応変に対応させていただきます。あ、お持ち帰りでもそういう対応していただける、テイクアウトでも大丈夫ですね。はい、もう火通してるものです。生もんは一切ないので、まあちょっと豆乳だけね、ちょっとこの場暑いので、もしかしたらちょっと傷みやすいかなと思うので、それだけ、その最初の1品目の豆乳の豆腐だけちょっとテイクアウトはちょっとね、怖いので、ぜひ、はい、見せて食べてもらったら、なんか、はい、はい、あれですよね、店で食べられるもの食べて、あとこの持って帰れるものは家持って帰って、お酒でこのパーフェクトサントリーピール、オッケーです、それ一番オッケーです。大丈夫、それで、それでパーフェクトです。パーフェクトですね。パーフェクト。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いや、本当に満足、ありがとうございます。こちらもありがとうございます。今回も高原さんのね、なんかこう熱いこの料理への思いを聞きながら食べるのが、僕らも本当に美味しくいただける最高のポジションなんですよ。ありがとうございます。僕も最高のポジションですけど、やっぱりリモートよりは実際お店に来てないでね、ね、やる方がね、楽しいです。こればっかりはどうにしようもない、ね、そうですね、はい、楽しみにしたいと思います。はい、さて、この番組は Twitter、インスタ、Facebook やっています。ぜひフォローして、うん、皆さんからのコメントもお待ちしています。はい、それでは、カモン大阪もまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。